フットボールリーグ2015から2016フットボールリーグプレーオフ2016この項目では2015から2016年シーズンのフットボールリーグプレーオフについて述べるプレーオフではフットボールリーグに属する各カテゴリーの昇格チームの最後の1枠を決定するチャンピオンシップとリーグ1はレギュラーシーズン3位から6位のチームが リーグ2では4位から7位のチームが参加する。また、準決勝は、ホームアウェイ形式で行われ、決勝は、ウェンブリースタジアムでの一発勝負で行われる。2016年5月12日に開幕し、同年5月30日に閉幕した。シェフィールド・ウェンズデブ・イブ・ライトン&ホーブ、アルビオン・ブライトンホーブ、アルビオン・ブライトンホーブ。 アルビオン V シェフィールドウェンズデー二試合合計スコア三から一でシェフィールドウェンズデーが決勝進出ダービーカウンティ V ハルシティハルシティ V ダービーカウンティ二試合合計スコア三から二でハルシティが決勝進出ハルシティ V シェフィールドウェンズデーバーンズリー V ウォルソールウォルソール V バーンズリー二試合合合計スコア六から一でバーンズリーが決勝進出 ブラッドフォードシティ V ミルウォールミルウォール V ブラッドフォードシティ2試合合計スコア4から2でミルウォールが決勝進出バーンズリー V ミルウォールポーツマス V プリマスアーガイルプリマスアーガイル V ポーツマス2試合合計スコア3から2でプリマスアーガイルが決勝進出 AFC ウィンブルドン V アクリントンスタンリーアクリントンスタンリー V AFC ウィンブルドン2試合合合計スコア 3から2で AFC ウィンブルドンが、決勝進出 AFC ウィンブルドン V プリマス、アーガイル。ありがとうございます。